相手にしない方がいいんじゃないですか。暴走に耐えられる対象じゃないですよ。そこが面白いんじゃん。下町で暮らす優しくてまっすぐすぎるこの男三上、実は人生の大半を刑務所で過ごした元殺人犯だった。今度ばっかりは固いぞ。素晴らしき世界、